私ならきっとできるはず。あなたの笑顔があるから。はい、始まりました。ありました。ありがとうございます。第1第3金曜日、ここはキバドと TV スタジオさんから生放送でお送りしております。今日何回目だ、6回目ぐらい。先週先週じゃないか、先月の20日ですね、お休み、ちょっとスタジオの関係でお休みしてて、番外編の先週ね、サリーパン祭りっていうのを桐原沙織ちゃんが一人でやったんですけど、それ見に来てたんですよ。でね、それがねすごいなんか面白かったんで、あれアーカイブ多分あると思うんで、ぜひぜひ見てください。ということで、チャットの参加の仕方がちょっと特別なので、そちらから紹介していきたいと思います。画面、この目が映ってる画面の右側に、チャットにログインするっていう画面が、画面というか、まあポチポチいろいろあるんですけど、左から Twitter、Facebook、AIM、MySpaceとなっております。そちらをね、お好きなコンテンツをクリックしていただいて、どれか一つからね、ログインしてチャットに参加できるようになりますので、ぜひぜひチャットでもご参加ください。ということで、早速ね、本日のゲストを紹介したいと思います。本日のゲスト、姫野ちゃんです。またそのパターンか。ボサボサになったよ。ずっと下にいたもんね。3分4分前ぐらい。皆さんこんばんは。英気高校3年生アイドルの姫野です。姫野って呼んでくださいね。せーの、姫野。ありがとう。いつからそのキャラになったの？あのね、今月からこれやってる。今月最初に、あ、先月、今月まだ3日目だから、先月からやってるんだけど、結構みんなまともに姫野って言ってくれるから、すごくやりづらい。じゃあやらなきゃいいよ。ソーヤさんと、冷たくね、ここの MC、森野さんがチャットで参加してくれてます。こんばんは。姫野どっから出てくるの？姫野って言ってるよ。あ、ほらね、ほら定着しし、し、し、あの姫野ちゃんは色物なので、皆さん惑わされないように、あのブログとかがっつりチェックして、初めて見た人とかもいると思うから、ブログ読めばわかるよ。すごいこといっぱい書いてあるから。はい、ってことで、姫野ちゃんです。毎度おなじみですね。このツーショット久しぶりじゃない？前はね、よくね、遊んだもんね。遊んだことないけどね。一番思い出に残ってるのはあれかな、台風の日にさ、バス停ずらしに行こうぜって言ってさ、台風のせいにしてさ、渋谷のバス停ずらしたりしたよね。台風の日にライブになったことあるけどね。あ、そう、何の話？はい、そのね、姫野ちゃんですが、どんな姫野ちゃんなんだろう。結構ね、ツアー一緒に回ったりとかして、そう、よくね、姫野ちゃんとミアは同じ事務所に所属してるってよく思われたんですけど、ね、姫野ちゃんは事務所所属してない。そう、私は一人でやってて、よくミア、ちゃんの事務所の人だと思われて、あ、それをいいことに外でバンバン下ネタ話して、迷惑がられてましたよ。迷惑がってないから大丈夫だよ。大丈夫、じゃあこれからもどんどんリメインさんの子だよって言って外で話していこうと思います。じゃあ今度マネージャーがすごい似合うから、それはちょっとみたいな顔して、早くもリメスタ次出れないよ。また来てくださいって毎回言ってるんだけど、それないかもしれない。引きつった顔で、ね、次もお願いしますね。ちょっとあれでしょ、社交辞令的な感じでしょ。社交辞令、大人ですからね。はい、そんなね、姫野ちゃんとはもう1年ぐらいの付き合いなんですけど、双子みたいだね。さだちゃん、あ、さだちゃんいらっしゃいませ。びっくりしてね。はい、ということで、どっちでも、こっちじゃないの、こっちじゃないの。あ、そっか、パソコン見てた。はい、すいませんね、庶民に。リメインの株を下げる正統派アイドル。正統派アイドルだから。あ、どうも、正統派アイドルですよ。どうも。あ、カメラこっちなんだよね。はい、で、その1年ぐらい付き合いあるんですけど、もうね、いろんなところでこれ言ってるんですけど、リメスタ初登場ということで、今日もやります。第一印象。おー、なんか恒例とお聞きしました。毎回ね、MC から見たゲストさんの印象、ゲストさんから見た MC の印象っていうのをやってるんですけど、これも結構喋ってるよね。いろんなところで、そうだね、いろんなところで、なんか結構衝撃的だったから、
何それ。いやなんかね、お互いすぐ仲良くなったから、うん、すぐそういう話をするんですけど、初めて見た時に私、インディオブジョイと言って間違えてあ、インディいるわと思って追っかけてたら、全然違ったっていう出会いだったよね。そんな出会いだったっけもうちょっと突っ込んでくれるとやりやすいんだけど、なんかね、みやね、だんだんね、ひめろちゃんのね扱い方というかね、いじり方をね、分かってきたの。あ、ほんと？ 1 年目にしてやっと分かってきた。あ、ほんと分かってきた、うん、じゃあどうだった、初めての印象どうだった。あ、まず可愛い。うん、お、分かってるね分かってるじゃん、ね、すごいね、うん、これ、あ、しょこたんに似てるなって。おー、分かってるね、分かる人に分かるんだよ、それ。最初は本当に正統派アイドルだと思ったなんでうるせえっていう顔すんのだと思った。だが、しかし、が、しかし違った全然違った、全然違った、うん、ライブでも下ネタバンバン話すし、ライブでもなんだって下ネタバンバン話すし、あ、なんかマイクの調子悪いですか、うん、大丈夫ですか、なんだってバンバン話すし、うん、ブログですごいこと書いてるし。いや、なんか今日生放送だから私すごい生放送苦手で、うん、なんで苦手って、カットしてもらえないから、どこのラインがダメなのか分からなくて、どこまで言っていいんですかだからミヤそれ言われた時に全面的に下ネタはダメですってちゃんと言いましただから今日次カンペでできませんよって言われたときましただから次私がリメスタに出れなくなるのはあり得るかもしれないけど、私が出たことによって次リメスタがないかもしれないっていう可能性をはらむっていう。似てるね、だって。あ、本当でしょ、うん、みやちゃんも絞れたひどいもんね。え、そこじゃないよ、そこじゃないよどこ似てるって言ったの誰、なんかあれじゃない、その雰囲気じゃないそう、最初初めてた時にめのちゃんに同じ匂いがするって言われて、うんうん、そうそう、同じとこのロリータ服を着ててね、うんうん、それでなんか、あ、同じ匂いがするみたいな。で、しかもすごい同じところがあって、ロリータのまんま、衣装のまんま、そのライブ会場に行ったりだとか、うんうんうん、そうだね、そう、私服兼衣装みたいな感じで、初めなんかそれで仲良くしてて、なんかそうだよね、やっぱりこうだよねみたいな話してたのに、だんだんなんか私服と衣装を一緒にしてる私を蔑むようになって、あ、ひめちゃん今日それで帰るんだ、へえみたいな。言ってないよ、言ったことないよ本当かアイドル界のぶっ壊し屋って言われてひでえちょっとじゃあ、ね、せめてリメスタが続くように私からおとなしくして帰ろうと思いますんでだってずっと言ってるんだもん、ひめのちゃん、なんか今日私生放送ほんと苦手だからみやちゃんがひめのちゃんって呼び込んでも5分後に出てくるからとかそうそう、その間ずっと話しておいて、で、面白くなってきたところあたりで出てくるから、勝手に邪魔するわって言ってたんですけど、もうまさにぶっ壊し屋ですよね。いや、なんで生放送に心が折れてて、実はこの間もまた別のところで、うん、インターネットテレビで、それも生放送だったんですけど、5人で出て、うん、あ、見てた見てた。そう、席順をもう指定されてて私後列だったんですけど、ちょうど目の前にいらっしゃった方がいわゆる天然パーマの方でかぶっちゃって、私こうなんだろう、 目しか見えなくて、こう避けてる間に30分終わったっていうそう、それみやメール送っちゃったもん。そう、心折れててちょっと生放送怖いんだけど。じゃあみや、かぶんないから大丈夫、かぶんない大丈夫、横にいるからちゃんと。かぶされるかぶされる。あ、今日のゲスト姫野さんのブログがこちらって出てるんで、お優しき方はい、それを見てなんかブログ出た時点で客席から笑いが、姫野ちゃんの正統派じゃないっていう部分をすごいがっつりチェックしてくれた。正統派だよね。うん、正統派じゃない。この間もポイント稼ごうかなと思って学校の話したんですけど、全くコメントが伸びなくて、ワンマンの告知で、私オプションつくんですふふふって書いたらだけバンバンコメント伸びたんですけど、それダメだ、それダメだ、手つないだりとかそういうのなんだけどダメかな。あ、いや、投げキッスなんだけどダメそういう、それをちょっと信じる方はブログをぜひ見てくださいみんな見なくていいよ今日はもしかしたらそれ気にしてアクセス伸びるかもしれないすごいことが、本当にすごいことが書いてあるんだよね。うん、うん、本当にすごいことが書いてあって、ブログのアクセス伸ばすために必死になり始めた。私の普段じゃ見れない写真がこういっぱい出ていて、うんうん、自撮りが苦手なんだよね。顔下がるからなんか。可愛い写真がね。そう、いっぱい載ってて。そう。そう、普段じゃ見られないようなすごい写真だけで見ると正統派みたいな、うん、
そう猫とじゃれてる写真だとかパフェを食べている写真とかあとそんなあったっけ、うんあるんであのぜひ見てあげてくださいなんかねいつからかねすごいね変わったっていうかね下ネタをね構わず言うようになったよねあの初期の頃のブログあれ一番見てもらって面白いのはもしかしたらあの、うん、本当に何て言うんですか逆再生みたいなあの古い方から見ていく方にしてもらって、うん、あの一番初めのとか見てたらもしかしたら一番面白いかもしれないだってさ古い頃の方さブログの書き方にすごく悩んでたんでしょ悩んでたあのいっぱい顔文字をつけて、うん、星とか記号いっぱいつけてあの今日は可愛いお洋服を買いましたうふふ顔文字星なんか米印みたいなのをやってたんだけどだんだんめんどくさくなってあー眠いなー友達がいないなさあの姫乃ちゃんの日記ちょっと結構シュールで、うん、誰もいない教室の写真とかそうもうえ見てるねいや全部見てるよちゃんと実際一番多いよね誰もいない教室の写真が一番多い、うん、かなり率高いよね自分の写真ってあんま載らないんだよね最近載ってるよね載ってるあのねそう載ってるなんかうんすごいいやらしい話をすると、うん、地上波に出てから、うん、あのすごくあの姫乃ちゃん可愛かったですっていう、うん、あのすごくアイドル視したメールがいっぱい来るようになってそこから初め調子に乗ってたんだけどだんだんあのプレッシャーになってきてあこれは写真載せないといけないのかなと思ってすごくこうやって、うん、こうやって撮った写真をいっぱい載っけるようになったんだけど、うん、じゃあオプションとか書いてダメだって正統派になれるチャンスじゃないかちゃんオプションって何わかんないわかんないわかんない、うん、そっかそうだよねやだーいやーいやはーそうあの私たちはねすごいあれですよ色物色物言われてきたんで、うん、いつからかミヤは色物脱線したんでそうまい具合に脱線できてきたんでそう最近私いじれないぐらい普通にフェードアウトしたもんねうん普通にフェードアウトしたで私あの今日ミヤちゃんと会ってすごく気まずかったんだけど、うん、あの3日前ぐらいに間違えて前ミク外しててミヤちゃんのことそうなんかすごい気にしてたすごい気にしてたのあのねあれって何もなくだよ急に外れててなんか前ミク増えすぎてよく分かんなくなっちゃってなんかいじってたらみやちゃんのこと外しちゃってでも眠かったからほっといたんだけどなんか言い出せなくてあの外したまんまそうだから今日あのそれを言おうかどうしようか悩んだのすごくうん言っていいのかなダメなのかなそうだからその顔を見て私すごくあの S 心を働かせて嬉しかったから今に至っちゃったんだけど悩んでんのかな悩んでたかなと思ってひどいよなんでかかんない間違えて外しちゃったまあでもなんかねあの知ってる人だったからよかったけどなんかほらなんていうの会ったことない人とかもいるから、うん、あのみやちゃんでよかったなうーんと思って怒らないからね今日はあの申請するわあ待ってる多分これねシカトすると思うよみやちゃんそんなところ狭くないよ今度会った時にみやちゃんがこう私がこう悩んでるのかなって思ってすごく働かせてると思うあ悩んでるんだなんかなんだろうこのなんかなんつうのあの女のなんかみたいなそんなのあってるけど仲いいですか仲いいですよね一緒にねウサギの耳生やしてやったりしたからねそれいいの話して足突っ込まなかったのに結構でも言ってるよね苦笑いしてるけど大丈夫結構言ってるあオッケーオッケー出たウサギ時代の話を結構しててうんうんウサギの国からどっかに飛ぶときにはぁうん、一緒にねウサギの耳が生えて遊びに行きましたって言ってあの3人で青いウサギさんと必死になっちゃってもう、うん、青いウサギさんと3人で踊って歌ってそうなんかねウサギの国から来たまま長くなるといいかうんまあ簡単に言うと宇宙船という名の、うん、あの軽自動車に乗ってウサギさんが来るっていう侵略しようとしてるっていう感じですあなんか会うたびにコロコロ設定変わるから私ももう追いつけてないんだけどまあ仲良くやってね、うん、今は一番気兼ねなくねそうだ ね, るよねその時代からだもんねうんそうミヤが初めてライブをやった時に共演してその時私もう2回目とかで2回目のライブそう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 そんな初めてから約1年であの一緒に CD をね、うん、発売させてツアーも一緒に回ってそうプリンセスミルクアーチというプリミル略してね略してプリミルっていうツアーをこう都内各所でやったんですけど、うん、そこでなんといっても桃井春子さんと共演してずっとブログとかにもね
私ずっと桃井さんと喋っとることがこのツアーの目標だからとか言ってて話しかけに行くこともできず、そうなんかみんなが集合して撮ってる時に私一人だけ壁でこうやって撮ってる、撮ってるないいなって、めちゃくちゃ集合写メとツーショット写メ撮ってもらったんですけど、そうで姫のちゃん撮らないのって言ったら、えなんかちょっとみたいな、私だけ写ってないのにそれちょうだいってちょうだいってみたいな、それ言ってちょうだいってだってあれ桃井さんのブログに載ってたよ、あ本当に、うん、マジか、私あのクリネイティブ載せてもらおうと思ってたんだよね本当は、あのあれあの写真学校のさ集合写真休んでるここ目立つかなと思って確かにそうだからこうやって壁から見てたんだけど、あの別にそう見てたからといってこうくり抜いてもらえるわけでもなく誰から突っ込まれるわけでもなくあーみんないいなと思いながら来ればよかったね意外と人見知りだからね、そうそれを言ってても全然信じられないんで、うん、人見知りじゃないよ絶対、人見知りじゃないよ絶対、はいということで、ね、あんたのためじゃないんだからねツンデレあのあれです、なんだっけ人気上がるかなと思って、なんだっけなんだっけもう拾って、だんだんね、だんだんね、いやね、このね扱い方慣れてきたからねあのプリミルの時にいろいろやったんですけど、うん、何が一番いろいろあいかいかいろいろやったよね、うん、あ何が一番印象的だった、うん、下ネタにそれないように必死でもやっぱりなんだろう、一番あのプリンセスミルクアーチってレコー初のイベントツアーだったんですけど、うん、その CD を出すときに特典で音源を、そう某ベローチで撮ったんですけど、某ってなってない、うん、某ベロ、ん某カフェ某オウで撮ったんですけど、うん、話が長かったんだよね、あれね30分ぐらい、30分に収めたんですよ無理やり、確かそうそうそういろんなね裏話をして、いやそれが全然裏話じゃなくて、なんかキムチの話とハムスターの話、ハムスターの話、うん、あとなんだっけ、曲の裏話だよ、曲の裏話なんかほんと3分ぐらいしかないなってずっとなんか私キムチ好きなんですみたいな話じゃなかったっけ、違ったっけ、あカットしたんですかね、なんか好きな食べ物の話とかしてたでもなんか私があの際どい話ばっかりするから、あの関係者の方がすごくあーこれ編集めんどくさいなっていう顔をしながら音源をあルンタットの話だってルンタットの話、もうルンタットの話はいいよって言った覚えがある、確かそうだ、私がルンタットやたらいじるから、あのミヤちゃんのねルンタッタっていう、違う違うツインクルスターっていう歌がある、あこれのこのリベスタの、エンディングテーマなんですよ、おお客様いらっしゃいましたよ、あそれいじんない方がいいのそう、それでリベスタのエンディングテーマツインクルスターって曲があるんですけど、A メロの歌詞でルンタッタってとこあるんですよ、そのルンタッタに関してすっごい突っ込んでくるんですよ、いやだってルンタッタですよ、どう思います、それ突っ込みたくなるよね、1ヶ月悩んでルンタッタって出てきたんですルンタッタ、ルンタッタって、ね、突っ込みたくなりますよそりゃ、ルンタッタって、突っ込みたくなりますよ、はいということでね、ね昔もっとさ仲良かったじゃんということでね、毎回恒例のコーナーに行きたいと思います、これが今日の多分一番の見どころなんじゃないかなって目は思ってたんですけど、あれです、イラストを描くコーナーで、冷たい、はい、みやちゃん見てカッパ、だからそれさっきはやってた、さっきこれでこうやってさ際どいことばっかり言うの言っちゃダメだよ、バキューンだね、これカッパじゃなくてこうじゃないのって言ったの、カッパどうしたの、カッパじゃないよ、カエルカエルカエルほら、それカエルなのかな、こうじゃないの、これ目、私、うん、さあ、そして恒例のコーナーに参りたいと思います、これ何するの、何するの、はい、ということで、入っていいの、何がいい、黒がいい、いっぱい使う、あ、わかったじゃあ、みやちゃん、1本だけだからね、うん、もうね、本当に慣れてきたんですはい、ということで互いの似顔絵を描きたいと思います、さっきひめろちゃんがね打ち合わせの時に描いてたんですよ、よし、で、そしたらひめちゃんの似顔絵描けばいいでしょ、うん、全然ね縦がいい、横がいい、違うね、縦、あの、こ、なんかじゃあ縦ね、なんだっけ、縦だからね、ちびまる子ちゃんに出てきそうな、いいね、ちびまる子ちゃんに出てきそうな、絵を描いてたんですよそれ、みやとか言って描き終わったら、はい、ここ、ここねえねえ、何今日ね、学校さ、行ったの、うんうんうん、寝たら終わってたよ、学校
何時間だったの今日？今日ね、今日はね、あと10時半からだから遅いね。うん、今日はね、あの三軒からの日だから、うんうん、行ったの。うん、行って寝たさ。何時に行ったの？うんとね、11時半。何軒から行ったの？予言。ダメじゃん。予言から行って、うん、やちゃんさ、かけないからさ、ツインテールでもいい？いいよ。その代わりリボン2個つけてあげるから。うん、分かった、ありがとう。うん、オプションね。オプション、うん、500円ね。うん、後払い？先払い？うーん、忙しいから前払いの方がいいかな。じゃあ、ちょっとあの、この、あれ。あ、ごめん、ツインテール入んなかった。髪の毛ない。で、眠かったから、うん、寝てたの？うん。で、はって次起きたら授業も全部終わってて、うん、あ、なんかすごいなんか垂れ目になっちゃった。うん、終わってて、あ、垂れ目になりたいから垂れ目にして、あの、私お金払って垂れ目にしようかなとちょっと思っているからさ。それいわゆるあれですよね。いわゆるあれなんだけど、うん、じゃあちょっと正統派っぽく書いてあげる。本当？から500円許して。うん、いいよ。うん、特別だぞ。うん、特別だぞ。うん、特別だぞ。うん、うん。で、みーちゃん、あとどんぐらいで書き終わる？わかんない。ほんと？うん。あ、間違えちゃったよ。何時間くらい寝てたの？これは何時間くらい寝てたの？うん、うん、うん、これいけんじゃね？うん、これいいんじゃん。うん、うん、そう、今年の冬に韓国行こうか悩んでて、うん、でもさ、やっぱさ、うんうん、あー、いいよー、うん、前髪増やしてもいい？いいよ。ほんと？うん、やっぱさ、うん、フランス語習おうかな。韓国行くのに？韓国行くのにフランス語習うの？うん、韓国いいや。あ、フランス行くの？フランスも行かない。あれは？じゃあパリ。おう、パリ。あれは？あの、インドとかさ、ファン持ってるでしょ？うん、ファンいる、インドにファンいるよ。でしょ？ごめんね、今日遠くて行けないよ。ナマステ、春雨って言ってた。書いてね、ブログに。会話つながってないよって言われた。みやちゃん、眉毛欲しい？うん、ちょうだい。特別だよ。あの、いつも思うんだけどさ、うん、だいたいさ、人の顔ってさ、目が2つでさ、鼻が1つでさ、うん、口1つじゃん。だからさ、誰描いてもさ、一緒だと思うんだよね、私。でも今日の、ね、絵はね、クオリティ高い。すごいイラストになってる。見える？見えないでしょ。見ない方がいい。ちょっと楽しみにしてた方がいいかも。みやちゃん、体欲しい？うん、体ちょうだい。ちょっと難しいから、やっぱあの適当でいいよ。ほんと？うん、私でもすごく頑張って描いてるよ。あの、クオリティはわからないけど、うん、あの、みやちゃんより頑張って描いてると思う。みやも頑張って描いてるよ。じゃあどうやったらいかに正統派に見えるかっていう。これね、今日クオリティ高いと思うよ。多分あのデビューから私のことを見ているお客様はあの感動すると思う。今日本当にこんなに集まってくれてありがとう。一番最後尾の人とかあんま顔見えないけど、これ何人ぐらいかな。ざっともう本当空席以外満席みたいな。1億5662人だな。世界的規模だな。すごくない？今ね、縦とね、横のね、人数ね、数えてね、かけた。うん、うん、かけたの。すごくない？あの、10×2 で20人みたいなやった。あー、すごくない？1億5000。うん、すごい。できた。でも1列だったから、1列だったから掛け算だけど、うん、1×1億5000。今からインド語で話してもいい？いいよ。あのコロイズ、え、コロはコロイズオーイエスナンバーワン。しゃべれないドッグ、ね、できたよ。インドって何語？インド語じゃないの？英語だって。ほらほらね。ハロー、ナマステ、こんにちは。春雨。僕、はい、できたよ。僕ね、来てください。私ね、あのアイドルなんですけど、あのアイドルだからトイレにはお花摘みに行ってるんですけど、あの普段はあの広告買いながらただのカラオケ屋さんで働いてるんですよ。でこの間、あのこの間、あ、巻いてって言われた。あの、どうも、ありがとうございます。このぐらい、この間ね、その相手の方がね、いらっしゃってね、それで、あの、曲のライブなのね、わかんないって。ひめまちゃん。あの、すごい正統派に見えない？これ今日うまいんじゃね、私。じゃあ、ひめのちゃんのみやを。みやちゃんでーす。す
すごいさ、あれでしょ、出てきそうでしょ。でもさ、今日さ、うまくない？ほら、ほらね、これ本当に今日の一番の見どころです。じゃあせっかく、うん、かわいいねそれ、うん、姫野ちゃんかわいいね。あ、生徒派に見えるでしょ。特技はどこでも寝ることとお菓子作りです。はい、みえちゃんどう。みえちゃんじゃーん、似てる似てる似てんじゃね、似てないか。はい、ってことでね、お絵描きのコーナーでした。せっかく描いたからさ、こうやってさ、これから行こう。あ、OK。 はい、ってことでね、いや、ぜひ顔の前に出していただけると、ほら。はい、ってことで、これ今ね、もうあと5分なんですけど、姫野ちゃんの今後の告知とか。はい、ですね、あ、みえちゃんそのままでいいよ。あ、みえちゃんそのままでいいから、うん、やっぱやめて。誰それ書いたの。あ、で、はい、先日、セカンドシングル出しました。わー、おめでとう。ってことで、あのですね、買っていただけると何が起きるかというと、私が喜ぶのでぜひ買ってあげてください。あとですね、一番告知して、告知して、10月の21日に、渋谷のストアラルネさんというところでワンマンライブが決まりました。なんとミニアルバムレコ発でございます。ぜひぜひ、詳しいことはですね、ブログを読んでいただいて、確認していただきたいと思います。姫野か、イヴ・サンローランを愛用している芸能人か、クレオパトラの飼っていた猫でヒットするみたいなので、ぜひどれかで検索してください。お待ちしてます。はい、ということでね、2人で今度来週10日に、勝ち抜けピスタチオというイベントに出ます。なんでぜひぜひ、オクボットショットさんの方で夜やるので遊びに来てください。そしてミヤからも告知が、先日ミヤも、CD 発売しました。3日間で約300枚ぐらい、おー、はい、売れました。ありがとうございます、皆さん。裏盤面もね、こうちょっとすごい大人っぽい2曲入りで全然違う感じになってますので、 Amazon とか全国の CD ショップで予約してたりね、買えるんで、ぜひぜひお手に取ってください。で、あと今日の夜ですね、このあと何時ぐらいだろう、 10時から30分遅れても気にしないぜっていう感じで告知を、おお、重大な発表があるので、ぜひぜひブログをチェックしてください。すごい発表なのでね、そうと、そうと、いよいよ、いよいよ、誰なんで、ぜひぜひブログ見ててくださーい。ね、私の方が顔大きいのにさ、カメラが私寄りだからさ、私の顔が、はい、ということで今日どうでしたか。今日はすごく楽しかったので、これからすごく青春派アイドルぶって次回も呼んでもらおうと思いまーす。すごいね、こんなにヒヤヒヤした生放送は初めてでした。私こんなにタンが絡むのが気になる生放送は初めてだった。絡むのが気になる。すごい、こんなにいい出演者さんをスルーしたのも初めてだった。スルースキル高くなったよ。本当？うん、ありがとう。うん、いいよ。うん、500円ね。はい、うん、ってことでね、これでよろしいね、ってことで。かわいいね。うん、でしょ。うん、次回夢下は、9月の再来週だから、今日3日だから14日後で9月の17日、ゲストはういちゃんになります。ういちゃん、おえー、ういちゃん、ういちゃんです。ういちゃん、はい、すごいいい子なんでね。姫ちゃん楽しかった？楽しかった。楽しかった。俺楽しかった。今日じゃあブログにちゃんと今日中に感想を書いてね。あ、それほっとくとね、3日ぐらいねあれしちゃうからさ、今日中に書いてね。わかった。うん。今日中に。じゃああれだね、みえちゃん楽しかったですか？楽しかったです。じゃあ、残り時間も少ないので、うん、なんか最後に決めセリフとかあるんですか？なんもない。ないですか？うん、じゃあ今日の感想を、考えて、一緒に言いましょう。仲良しだから一緒に言おう。うん、一緒に。せーの、生コンビ。もうそのね、デコボコなコンビです。姫野ちゃんでした。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。ぜひぜひ